俺の前に出るだと。ファイナルエクスプロージョン。俺の技をちょっと見よう。アナザーディメンション。時間って言いましょう。ぺこぱ、時を戻そう。あ、戻った。はい、おはようございます。おはようございます。旅猫ライダー、ルタジェンマです。旅猫嫁ライダー、ちーちゃんです。はい、こんにちは。こんにちはじゃねえわ。おはようございますだよ。おはようございますって言ってた、うん、そうそう。で、今日は裏ミッションっていうか、動画10本くらい作ってきて、フィモーララインっていうソフト使ってるんだけど、無料でついてくるエフェクトとかトランジションっていうのがあって、だいぶ使いこなしてきたかなとは思うんだけど、本当かよ。まあ、まだまだ使いきれてない、機能があるんだけど、ちょっとね、それをちょっと使ってみたいんで、今日ね、できるだけ12秒っぽいっぽい、魔法の、まあ俺魔法が使えるようになってたのね。魔法の言葉を言うから、もうガンガン魔法ぶっ込んでくれ。どうぞ。ちょっとなんで引いてんの。いや、もう卒業したから。40代から始める魔法、魔法学校。すごい。そう、30代まで DT だったらさ、魔法使いになれるっていうじゃん。魔法使いになれるらしいね。そうじゃん。まあ俺も40代 DT じゃん。知らなかった。大体テンション上がってるっていう意味。まあそんな感じでね、まあ全然面白いこと思いつかなかった。まあそうそう。で、まあ魔法使うから、どんどんね、ぶっこんで、エフェクトかけるから。そういうこと。はい、抜いてった。俺の前に出るだと。ファイナルエクスプロージョン。今ね、もうね、炎の豪華に包まれた。マジでやる。そういうさ、俺ゴールドセインになったじゃん。いつ。まあ、なんかもう12級行ったじゃん、俺。そう、でもさ、そう。そう、それでさ、ゴールドセイントになって、俺、技使えるようになったじゃん。とりあえず、俺の技をちょっと見よう。アナザーディメンション。今ね、時空のカナダにね、飛んでったよ。全然簡単。でも俺これね、どうやってね、エフェクトがかかっとるかがね、まだ想像すらついてない。もうね、今日ね、はぁ、あ、沙織さんね。黙れ、辰巳。今日ね、アニオタ全開で行くでね。私はアニオタじゃないから分からない。おー、すげえ青いぞ。あれ、テック21カラーじゃっか。青いやつ。今、コンビニにあったさ、テック21カラーのさ。あれね、ほんとだね、あの水色。青いやつ。色になるわっていう。ブルーエクスプロージョン。今ね、また魔法が出た。何なの、後から解説に入れられても困るわ。あ、そう、まあ、好きにやってくれよ。そうそう、怒られた。はい、青、はい、行こう。あ、やべえ。俺さ、ペルソナ使えるようになったじゃん。なった。俺さ、時の神クロノスをさ、召喚できるようになったじゃん。なったじゃん。思いついちゃったじゃん。あれは何時やばいやばい。ベルスパロやばい。クロス購入した。時の神。時間って言いません。ぺこぱ、時を戻そう。あ、戻った。あ、戻ってやっと着いた。ここまで来た。桜咲いてないね。桜咲いてない。あ、じゃあさ、これはさ、時を戻せば桜咲くんだよね。あー、咲いてる。あ、微妙にね。
タイム風呂引き。これ魔法なの？あ、もう今ので多分桜舞った。桜、日本人桜好きすぎ問題。今日ちょっと攻めるね。何が？今日攻めるね。今日喉の調子がいいね。いいね。なんだこりゃ。黄金の風。今日戻ってくれよ。今ね、黄金の風だったで。黄金の風って何？だから、とにかく言えば全部魔法に変えるよ、俺が。ほんと？うん、マジマジマジ色。じゃあ、この世の中を白黒にして染めてやる。白黒にか。うん、モノトーン。そのままだった。めっちゃ綺麗、うん、めっちゃカラー。ほんじゃ、この世界も輝かしてやる。キラキラしてるね。シャイニングウィザード。今ね、めっちゃキラキラしてる。マジ、うん、恋に落ちたから。恋に落ちたね。恋、ラジオネーム恋するサジちゃんがね、あのおはがきをよこしてくれたから、うん、よ、あ、え、エアーマン出していいよ俺。いいよ。でもエアーマンその呪文とかないわ。たくまき愛してた意味がない。次は絶対勝つために、僕はいい感だけど最後まで倒してよ。ちょっと言い方つくわ。おー、言い方出て。おうよ。まあ確かに。あ、俺ちょっとあれ俺スタント出せるようになったじゃん。スタントって何のスタント？違うわ。ジョジョのスタント出せるようになったじゃん。スタントの？違う、俺空間削り取れるじゃん。あれ、そうだった？ザ・ハンド。あゆみ今空間削り取った。そういえばジョジョのスタントあったね。あったら？うん。そう。ジョジョ、うん。そうだよ。ザ・ワールド。俺もどっち止めれるよ。ザ・ワールド。ちょっと私はなんですけど、あ、めっちゃ簡単だ。ザ・ワールドってさ、ただ画面一瞬止めればいいだろ。ね、もう茶番も見飽きたよね。ガジカの湯到着です。ちょっとお風呂入ってね、ご飯でも食べようかな。目的地を10秒で終わらせる元ブログ。さあ温泉も入って、ええ、もう帰りましょうか。あ、整いました？整いましたよ。めっちゃゆるちゃんに引っ張られてるね。うん、言いたかった。言いたかったですね。言いたかった。うん、そうそうそう。結構あのぬるぬるするお湯だったね。あ、そうだね。うん、まあじゃあそんな感じで帰りましょうか。もう全然歩きないやんけ。今日何した？今日バイク乗った。うん、大して何もやってないね。うん、行きたかった温泉がリニューアルオープンの前で開いてないって。うん。よし、じゃあ帰りましょう。はーい。はい。そんじゃまたね。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ手抜き動画やんけ。また先はねえよ。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。